はい、MJ 決勝戦ということで。はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、またもや相手の方は大学生で、はい。先ほどの、まあ準決勝の相手の先輩でしたね。そうですね。先輩です。うん、で、結構ね、強い大学の、体育会の学生ということで。部活で。そうですね。ゴリゴリされてるということで。はい。なるほど。まあ、一番最初にね、試合入る前に、うん、まあ、準決勝終わって、まあ、休みなしでそのまま入ったんですよ。MJ が、はい。はい。そのまま入って、この方がスーツそのまま入ってきて、うん、相手の、まあ、後輩に、うん、レストいるみたいな聞いたんですよ。うん。で、いや、先輩負けたっすよ、みたいな感じで言って、うん、僕が、おいおいおい、ちょっと待ってくれよ、と思って。俺勝ってるぞ、と思って。これは負けられへんな、と思って。これはマジで勝ちたいと思ってましたね。コート入ってベンチで、そうそうそう、まずその戦いがあったもんね。そうなんですよ。一人でね。なんで今まで隠してたそれ。僕一人でね、おいおい、これは傷つくよって思ってました。思ってました。全然ね、いい子なんでね、はいはいはい、あれなんですけど、はい、僕はもう心の中で燃えてましたね。なるほど、はい。負けるわけにはいかない。なるほど。なんか出だしからやたら打ってませんちょっと。まあまあ前のね、準決勝そのままっていうこともあるんでね、うん、割とこうしっかりラリーは、振り切ってはいたんですけど、はい、タイプが全然違ったんでね、準決勝の相手と、はい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 、結構こう粘ってくる相手、うん、しこい相手だったので、ね、これはあとは結構球もね深くてね、攻めにくかったんですよ、うん、ですのでちょっとラリー付き合おうと思って、なるほど、うん、でチャンスをしっかりものにしていこうっていう作戦でいきました、ね、なるほど、うん、結構ね準決勝のあの大学生の方は、うん、まあ打ってくる、うん、そうですね、系でしたよね、はいはいはい、打ってくるし、その分自分がまあ多少ミスしてもまだまあそこまでこう不安にならない、うん、っていう部分はあったんですけど、うん、でもまあミスがめちゃくちゃ少なかったので、この決勝の相手はね、うんうんうん、ですので変にこうミスを続けてしまうとまずいなってのもあったんで、なるほど、うん、割とこうラリーをしてしっかり組み立てていこうっていう感じでいきましたね、うん、もうガンガン打つっていうよりは、なるほど、そうそうそう、僕この対戦相手の方は、はい、この決勝戦までプレー見てなかったんですよ、はいはいはい、でこうまあまあ1ゲーム2ゲームってやってる中で、はい、あ、なるほど、ラリー多めの子ねと、ラリー多めでしっかりこう狙いを定めて打っていく、うん、みたいな感じやったんで、そうですね、僕は正直言って安心しました。なるほどね、いや今日この日の MJ は大丈夫ってちょっと思いましたね。なるほどね、うん、まあそうですね、サービスでキープしていけるっていう自信ももちろんあったし、うん、そこは結構大きかったんですよ、うん、そこもあるし、スピードボールがあんまりまあなかったというか、うん、バシーンっていうのがあんまり少なかったんで、うん、粘っこいんですけどめちゃくちゃ、うん、でもその分こうバシーンってくるショットが少なかったんで、その部分は安心がありましたね、うん、まだ、まあ、ラリーに付き合える部分があったんで、はいはい、いやこの日、まあまあ、MJ はこう僕、準決勝の時にも言ったんですけど、はい、ボールの後ろでしっかり待ててる、はいはいはい、コーチ目線で言ってますが、はい、ボールをしっかり待って打つことができてたんで、はい、やっぱり相手がラリーをしてくる、まあ、言い方ちょっと悪いかもしれないけど、だけ、うん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 、って言っちゃうとあれなんですけど、やったらやっぱりかなりこっちに有利な状況が続くんじゃないかなと思ってたんで。うんうんうん、まあ、こんなこともありますけど今のちょっとうちに行って先走っちゃいましたね。そうですね、うん、いやでもああいうミスももうなんかなんていうんですかね、ああってはならなかったですね、うん、もうこの人大会通してああいうミスしてもああいうミスも出るやろうっていう気持ちで言ってましたね、うん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 、何がおかしかったのかって考えるようにしましたね、うんうんうん、ちょっと足立ってたなとか、はい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 、打点前すぎたなとか、はい、割と分析するようにしてましたね、うんうん、いやすごく冷静に試合が運べてたこの日は。そうですね、それは結構意識しましたね、うん、やっぱりこう冷静になれなくなること多いんで、はい、攻め急いだりとかあかんわってなることがあるんで、やっぱりね、うん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 、それなってしまうと勝てないんで、やっぱり、うんうんうん、やっぱこれ対戦相手からするとこんだけグッて構えられて、なんか早くはないけど、うん、なんかこうどこ来るか分からへんようなフォームされると、うん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 、苦しいですよ。
今のフォアとかね、ストレートでもクロスでもどっちもいい、ちょっと今のはサボったかもしれないですけど、うん、やっぱりこうしっかりグッと構えてどっちかわからない状況を作れるっていうのは素晴らしい形でしたね、うん、この日。そうですね、まあまあ、まあ、ラリー自体はそこまでミス少なかったんで、自分の中でも、うん、チャンスボールバシーンって打っていくのがちょいちょいミスっただけであって、うん、よし、ラリー戦ではあんまりこう、なんていうんですかね、不安はなかったんで、うん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 、ラリーすること自体は、まあ、体力ぐらい、はい、あ、しんどって思うぐらいやったんですけど、うん、この方、あれですね、なんていうの、強く打つタイミングというか、うん、ここって時の一発、ちょっと欲しいですよね。そうなんですよ、まあ、うんうん、それがね、あるとないとで、だいぶ変わってたと思うんで。うん、それがあったらやっぱ、まあ、逆にそれがあったら僕ももっと先に攻めたりとか仕掛けていたかもしれないですけど、ワンテンポやっぱ落としてくれるんで、そうですね、チャンスボールでもね、うん、だからまあ追いつける、うんうん、こう見ててもやっぱり MJ の方がタイミング早いですからね、うん、まあ、打ってるとこは多いかなっていう感じしましたね、うん、同じラリーの中でも攻めるのが早かったりとか、はい、攻める、まあ、ミスその分出たとしても攻撃的にはいけてたかなって思いますね、うん、これとかいいですよね、うん、でこの方今のミスしたんですけど、うん、あれをされると結構 MG はポジション多分下げられると思うんですよ、うん、ああいうのをやっぱりこうミスしてやらなくなってしまうと意味がないと思うんですよ、うん、そうやね、ああいうのを続けることによって、まあ、もちろん全部ミスしたらダメですけど、うん、ああいうのをまあやり続けることによってプレッシャーを与えたりとか、うん、ポジションを下げたりとか優位に運べてくると思うんで、うん、っていうのを結構自分にも当てはまるんで、うん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 、そこを課題にしましたね。なるほど、うん、まあなんかもう最初からもうまあやっぱ試合出て動画撮るわけじゃないですか、うん、で解説入れたりとかして、うん、自分の動画を見て、うん、こういう部分やなってやっぱこう前よりも YouTube を始める前よりもこう分かってくる部分が多いんで、うん、自分の動画を見ると ね、 そうだね、やし課題が明確になるんで、うん、取り組みやすい、うん、だから皆さんも結構動画とかね撮ってもらうといいと思いますよ。そうですよね、うん、新たな発見多いですよね。そう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 、うん、やっぱり他者のアドバイス、第三者のアドバイスとか、うん、まあ旗からこう映像を見た自分とかを見ないと結構課題って分かんなかったりするんで、分かんないですね、うん、で僕も予選で負けちゃいましたけど、うんうん、ボール落としてるなってあんな落としてんやって思いましたね、うん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 、こう映像を見ながらやったらやっぱり今打てよみたいな、うんうんうん、まだ待つのみたいな、そうですね、そらストローク決まらんわって、うん、やっぱボールを落とす人って多いと思うんですよ、うん、スピードもダウンするし打ちやすいじゃないですか。そうですね、うん、でも打ちやすいのは相手も一緒になっちゃうんで、うん、やっぱ落ちた分その分上げるんでボールを、うん、その上げてる間に相手は動きますからね。そうですね、うん、でガッガッと構えられて決められちゃうっていうのが、うん、まあ、僕のちょっと今回の予選リーグでの課題だったかなと思いますね、はい、まあ、最後のシングルって言ってましたけどね。いや最後のシングルになんかやっちゃいましたわ、久しぶりに。ちょっと終われなくないですか。終われないっていうのもちょっとありますけどね、うん、まあ、また機会があればな。まあ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 、うん、出ましょう、うん、いや結構落ち込みましたよ。そうですね、いや久しぶりに、うん、なんかね、うん、で僕がスコット買っちゃうっていう、いやそうなんですよ。これでまたもう、いやわかりますよ、僕ももし逆のパターンやったら、はい、応援はしてるふりしておいおいおいもっとせれよって。そうあります、正直言って江坂の試合出てたじゃないですか、はいはいはい、僕たち、はい、MJ すぐ負けたりしてた、はい、手首ガツンってなって、はいはいはい、なったじゃないですか、はいはい、もっと頑張れよって思ったんですけど、多分 MJ は逆に思ってたんですよね、そうですね、うん、ああって思ってましたね、仕事的にもうちょっと頑張れよみたいな。そうですね、優勝というプレッシャーがあれでかかってしまいましたから、うん、まあそこまで人間できてないっていうことです。悔しいもん悔しいですもんね、うん、やっぱり。でもやっぱり日によってこうやってね、調子といいますか、うん、そうですね、バラバラやと思うんで、うん、やっぱプロはそこを毎回調整して、うん、でもね多分ねプロの中でも、うん、わかんないですよ、うん、僕の予想ですけど、調子が悪いとか
あると思うんですよ、はい、当然、はい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 ね、少しちょっと球感悪いなとか、はい、あると思うんですけど、はい、そこをいかにカバーしてくるかっていうのがプロやと思うんで、そうですね、うん、まあ、なんですかね、調子悪いの、まあ、レベルが違うっていう部分もあると思うんですよ、うん、もうなんか入らへんわとか、うん、そういうのじゃなくて、うん、まあ、入らないっていうことはまず ない、はい、だからそのベースの部分が高いと思うんで、うん、基本的にはね、うん、だから、まあ、ミスはまずしない、まあ、引き出しが多いんやと思いますけどね、あ、プロの方はね、なるほどね、こうなった時はまあやっぱこういう作戦でいこうとか、はい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 、やっぱりこうそうじゃないと、こう引き出しが少ないと、うん、普段からバンバン攻めるだけでもそれが入らなくなった、じゃあどうする、つなぐこと普段やってません、うん、まあ、勝てません、うん、っていう風になると思うんで、そうやね、やっぱこう引き出しをね増やすって大事やなと思いますね、うんうん、その通りやね、もう、うん、いやー、僕本当悔しい敗戦でしたね今回は。うん、まだ言いますよ僕は。もう MJ が気持ちよさそうにやってますから。いやいやいや、まあまあまあ、カウント的にはねどんどんあれしてきたんで、うん、まあまあうまくはまりましたね。そうですね、うん、なんかでも久しぶりになんか調子のいいじゃないけど、はい、すごくいい状態の MG を見れたんで、あ、もうなんか安心しましたね。シングルスできるやん、MG。 じゃあもう俺もダブルスに特化しようかなってちょっと思いましたけどね。いいんですか。いやいやいや、いいんですか、終わっちゃって。でもなんかテニスってシングルスの方がやっぱイメージは強いじゃないですか。まあね、まあ、うん、だからまあ頑張る、まあちょっと隠れて頑張ろうかなとかちょっと思うんですけど。そうですね、うん、はい、まあシングルスね難しいですからね、やっぱ奥が深いんでね、うん、まあ、ダブルスもですけど、僕ねダブルスよりシングルスの方が、うん、やり込めばやり込むほど上手くなる気がしますけどね。うんうんうん、まあね、うん、確かになんかシングルスとダブルスって練習の仕方全然違うじゃないですか、うん、そうですね、うん、確かに。だから結構もうラリーとか、うん、僕2時間とかずっとやり続けていいぐらいだと思いますけどね、うん、大事ですね。ですよね、うん、もうクロスラリー1時間、ね、だからデュースサイド1時間、うん、アドサイド1時間、うん、みたいな感じで、もうそれが練習、うん、メニューでいいと思いますけどね。単純にまずはそのセオリーの部分を極めるってめっちゃ大事だと思うんで、うん、クロスに来たらしっかりクロスに返す、そう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 、めちゃくちゃ大事だと思うんで、うん、やっぱりなんかうん、自分の、まあ、やりたいようにやるというか、うん、うーんだけをやってしまうとね、うん、ダブルスはまあちょっとそうなりがちな部分あるんですけど、じゃあね、うん、まあ、質はやっぱり高めれますよね、はい、シングルス練習をするとね、うん、ストロークもそうですし、いや、ダブルスにもつながってきますもんね、はい、うん、いや皆さんも今回この MJ の姿を見て、うん、あのグッとこのボール待ってる感じ、うん、これをラリーの練習でゲットしてください、うん、そうですね、手に入れてください、うん、じゃ あのいざ試合になって、え、それ一面で通用すんのってなると思うんですけど、うん、一面の試合、まあ、一面のポイント形式とかやった時でも、うん、なんか待つ感覚やっぱできてるから、うんうんうん、めちゃくちゃコート狙えますよ、いろんなとこ、ね、確かにそれはありますね、はい、まあ、ラリーになったら反面なんで、うん、グッと待つ感覚って作りやすいと思うんですよ、うん、だからそれをやっぱ体に覚え込ませる、うん、大事ですね、大事です。やっぱ球出しもいいんですけど、うん、球出しってスピンかかってないんで、そうですね、うん、やっぱりこう普段のレッスンとかでもね、はい、ラリーはやっぱこうバン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 打つ方いるじゃないですか、はいはいはい、じゃなくてもっとこうしっかり構えてミスをしない、うん、しっかり続ける、うん、っていう、まあ徐々にスピードを上げてもらうのはいいと思いますけど、うん、最初からバーシーンって打ってミス、バーシーンミス、そういうのはなくした方がいいと思いますね。せやね、しっかりコースも狙えるのも大事ですけど、うん、ラリーとかで深さのコントロールとかもできるとなおいいと思うんでね、はい、ということで 6-3 で MJ 勝ちということで、はい、優勝させていただきました。おめでとう、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、神奈川県の湘南男子シングルスオープンということで、はい、終わりました。僕予選まで MJ がなんと優勝、おめでとうございます。景品でね、ブレイクバックの笠先生のサイン入り漫画第1巻をいただきました。これも1巻もろと集めるしかないですね。集めました。はい、ありがとうございます。いや、僕引退試合なのになかなか絶不調でちょっと逆に悔い残りました。うん、またまあスイッチ入ったらシングルしようかなと思いますけど、そうですね、1回引退します。
ダブルスね。ダブルスに僕は徹したいと、はい、やっぱり得意分野もダブルスなんで、はい、ちょっと僕はダブルスを頑張っていこうかなと、はい、思います。そういう意味ではちょこちょこシングル、そうですね、ちょこちょこ、まあ自分の課題をね、うん、があるんで、それをねクリアしていきたいなと思います。そうやね、はい、はい、じゃあまあ2人でまたダブルスやらシングルやら、はい、ちょっと地方回って、はい、頑張っていこうと思います。はい、いいとこでしたね、はい、湘南の江ノ島です。江ノ島からでした、はい、はい、また何かあったら頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。